いや綺麗ですね。とても綺麗ですね、うん、こちら書写三条展望デッキ見下ろすと書写にやってきました。ロープウェイであっという間に着きましたよね。はい、そうなんですよ。ここから姫路の街が見下ろせるんですけど、うん、今日天気がいいので奥には瀬戸内海が見えています。天気良くてよかった。そうなんです。ということで今回は書写山中心に回っていきたいと思います。楽しみです。今日もよろしくお願いします。よろしくお願いします。今回2人が訪れたのは西の比叡山とも呼ばれる書写山円行寺。 JR 姫路駅から新規バス書写山ロープウェイ行きでおよそ30分、車では山陽自動車道山陽姫路西インターからおよそ10分、そこから書写山ロープウェイでおよそ4分で三条駅に到着です。なんかありますよ。これは何ですか？はい、そうなんですよ。こちら書写名物の瓦毛投げって言って、はい、あそこにね丸いのがあるんですけど、はい、あそこにこう投げて入れてもらうと願いが叶うかもっていうものなんです。ちょっとそれは、はいね、してみないと、はい、あこんなところにいい感じに200円がちょうどあるのでありました。ではこれでやってみましょう。やってみましょう、はい、ここ入れたらいいですね、はい、入れてもらってで、はい、好きなやつを取ってもらって。なんかいろいろ書いてる。そうなんですよ。1枚ごとにねこの書いてる文字が違って厄除けとか、うん、こうやってねいろいろ開運とかあるんです。開運しましょうか。しましょうか。丸ごと姫路開運。手砕けるの人生を過ごしているのは私です。丸ごと姫路は関係ないです。あとはイッチに託しました。イッチ頑張れ。頑張ります。行きます。あそう簡単にはいかないってことですね。いかない。でもねこうやってちょっと楽しめるんで、はい、皆さんここ来たらぜひ瓦毛投げやってみてください。私たちの代わりに入れてください、はい、お願いします。二人とも残念でしたね。気を取り直して山上にある書写山円行寺へと向かいます。こちらにも観音様いらっしゃいますね。はい、そうなんですよ。こちら書写山円行寺は西国33章観音霊場の第27番船所に指定されてるんです、うん、全国でこうね観音様見に行くってなかなかちょっとできないじゃないですか、うん、なんでここをこうやって通ってもらうとその33の観音様が見られるっていう道になってるんですよ。それで先ほどから両脇に観音様がいらっしゃるんですね。そうなんです、どんな観音様に出会えるかも楽しみですね、ちょっと見ながら行きましょうか、うん、はい。こちら円行寺の正面玄関の仁王門です。大きいですね。立派だ。そうなんですよ。書写山円行寺は今から1000年以上前平安時代の966年に聖空上人によって開かれました。境内にはたくさんのお堂や塔頭が立ち並び数多くの映画やドラマの舞台にもなりました。中でも見応えがあるのが綺麗。見えてきました。立派ですね。みきちゃんこちら、はい、国指定の重要文化財に登録されているマニ殿です。なんかこの作りどこかで見たことないですか？京都で見覚えのあるようなね。さすが清水の。そうです。舞台ですか？見てますよね、はい、下から見ると迫力がすごいです ね。京都清水寺の舞台と同じ掛け作りのマニ殿は後白河法皇が名付けたとされています。二人は早速お堂の中へ。ゆきちゃん、こちら、うん、聖空上人が桜の木に如意輪観音を
刻んだことによって、はい、でこちら本尊をしたと言われてるんですよ。ほうほう、あ、じゃあこの奥にいらっしゃるってことですか。はい、そうです。でここにそもそも桜の木があって、うん、でそこに刻んだのでそのこういう傾斜のある作りの場所に作られたっていう風に。そういうことなんですね、はい、それを中心として作られてる場所なんですね、うん、そうなんですよ。本尊の六品如意輪観世音菩薩は秘仏とされており、主生会と言われる1月18日の鬼追いの日にのみ見ることができます。いや、すぐそこにマリデンがあるっていうね。ねえ、最高の眺めですね。うん、マリデンの前の茶屋でお抹茶と和菓子をいただきました。いただきます。うん、美味しいよね、上品な甘さほどよいね、絵になる。ちょうどいいほろ苦さこの雰囲気がより一層美味しくさせてくれますよね。境内をさらに奥へと進むと映画でも有名なスポットが現れます。こちらのお堂すべて重要文化財なんですよ。すべてが重要文化財なんですか。はい、これからねまた涼しくなるんで、はい、紅葉とかも楽しみながらね見て回ってもらいたいなと思います。そうですね、はい、書写山を降りてきた2人が次に向かったのは完全貸し切りカフェルーム隠れ家グーテ。まるで自宅にいるような雰囲気でくつろぎながら、焼きたてのスコーンと焼き菓子がたっぷり詰まった特製ワンプレートスイーツをいただきます。盛りだくさんですね。そうなんです、とってもおしゃれですよね。このスコーンとお惣菜の組み合わせって珍しいですよね。うん、そうなんですよ。じゃあぜひぜひ、はい、ちゃってください。いただきます。うん、おいしい、おいしい、うん、スコーンが甘すぎなくて、うん、お惣菜にぴったりのちょうどいい優しい甘さです。クリームチーズの酸味が効いてておいしい。 あとすごいスコーンしっとりしてますね。しっとりした食感のスコーンは卵を使わず無農薬の北海道産小麦に低温殺菌牛乳を使用するなど素材にこだわっているため子供も安心して食べることができるんです。自家製アーモンドバターのスコーンは姫路ならではですよね。うん、香ばしくて美味しい、うん、ザクザクした食感が最高です。でこちらのアーモンドバターも生乳のみのフレッシュバターを使ったものになってるんですよ。こだわってるんですね。はい、そうなんです、うん、美味しい。結構重みあるかも、うん、いただきます。うん、うん、めちゃめちゃチーズ濃厚。濃厚、うん、美味しい。隠れ家グーテはフリードリンク付きワンプレートスイーツを4人以上で予約するか、グーテのテイクアウト専門店舗での購入も含め1グループで合計6000円以上のご利用で貸し切ることができますよ。飲食物の持ち込みが可能でプロジェクターなど室内の備品も自由に使えます。完全予約制の隠れ家グーテは午前と午後1日2組限定です、ね、こんだけいろいろあるとそれはあっという間に貸し切りの時間も過ぎていきますよね。そうですね。いや、今回満喫でした。良かったです。さてぴちゃん、今回は書写の街を回りましたがいかがでしたか。なんか新しい発見があったなって思いました。書写山円行寺ももちろん知ってたつもりだったんですけど、お話聞いてみると知らない場面もありましたし、グーテさん今度どんな使い方で利用してみようかなって思うような完全貸し切りのカフェ
おしゃれでしたね。よかったです。姫路にはいろいろいろんなところありますので、はい、また次回もご案内したいと思います、はい、それでは次回もお楽しみに。姫路市井の口にある荒川神社で毎年10月の第3土曜日日曜日に行われる秋季例大祭は別名小芋祭りと呼ばれています。境内の馬場で6台の屋台が練り合わせる様子が桶の中で小芋を洗うがごとく見える情景に由来しています。本宮では6台の屋台が宮入りした後、見どころの一つでもある東側から拝殿までの石段登りが始まります。拝殿の手前で擬宝珠と炉盤を外して拝殿内に入り、屋台の差し上げを行います。拝殿より西の救いが丘のお旅所への神輿の渡御に6台の屋台もお供して神事が行われます。その後神輿と6台の屋台は馬場に向かっていろは坂を下っていきます。この道は上り以上に急な勾配で荒川神社の秋祭り最大の難所と言われています。そして日が暮れてから行われる屋台の練り合わせでクライマックスを迎えます。